ファビオ・ライマーは、スイス出身のレーシングドライバーである。スイスのロートリスト生まれで、2000年に初めて、カートレースに出場し、レーサーとして、キャリアをスタートさせる。2003年には、スイスのジュニア選手権でタイトルを獲得、翌年には連覇も達成している。2006年のヨーロッパ選手権に出場した後、フォーミュラ BMW へ、ステップアップする。2006年、 ライマーはフォーミュラ BMW アダックシリーズに参戦。フォーミュラカーレースデビューを果たした。チームロズベルグとマトソンモータースポーツから出走し4ポイントを獲得。総合19位でシーズンを終える。2007年はフォーミュラルノーへ活動の場を移す。ユーロカップフォーミュラルノー2.0とイタリアフォーミュラルノー2.0にそれぞれ参戦し、 どちらともチェンザーモータースポーツから出走した。ユーロカップでは、総合17位となり、第4戦、ドニントンパークの第1レースにおいて、ファステストラップを記録した。イタリア選手権の方では、表彰台に2度立つ活躍を見せシーズンを通して161ポイントを獲得。総合11位で終える。2008年は、インターナショナルフォーミュラマスターシリーズに参戦。 前年と同様に、ジェンザーモータースポーツから出走した。この年は初参戦ながらも好調なシーズンで、第3戦、エストリル、第7戦イモラ、最終戦モンツァの第1レースにおいて優勝する、活躍を見せる。この年のタイトルを獲得した、クリス・バンデルドリフトに次ぐ総合2位でシーズンを終え、その実力を遺憾なく発揮させた。フォーミュラマスターイタリア選手権にも、 同時参戦し、総合4位となる、好成績を収めた。同年10月には、サムシミットモータースポーツから、インディライツの3日間にわたる合同テストに参加した。翌年もチームに残留し、チームメイトのポールバーホーグと、共にシーズンを戦いレースで7度優勝を果たし、2年目に、して年間タイトルを獲得した。チームも前年の3位から2位に順位を上げる。 2010年 GP2 第1戦バルセロナにて、第2レースで GP2 初優勝を飾った。レーシングエンジニアリングのシャシーで描けるライマー。2013年は GP2 のタイトルを獲得した。2008年にインターナショナルフォーミュラマスターを準優勝で終えた後、同年11月に GP2 に参戦しているトライデントレーシングからテストに参加し、GP2 のシャシーで、 初走行を行った。2009年10月、ヘレスサーキットにて、ティアゴ・モンテーロが率いるオーシャンレーシングテクノロジーよりテスト走行をした後、GP にアジアシリーズ2009の2010シーズンのドライバーとして参戦することが決まった。シーズン終了後は続けて、同チームから GP 日本戦にも出場し、 アジアシリーズの第2戦でチームメイトだったマックス・チルトンと共に参戦した。開幕戦バルセロナの第2レースではファステストラップを記録、トップでフィニッシュし g p にでの初優勝を決めた。しかしその後は目立った活躍がなく総合19位で最初のシーズンを終える。2011年ライマーはラパックスチームへ移籍する。g p にアジアシリーズでは総合5位で終え、 本戦では優勝1回を含む総合14位で終える。10月にヤスマリーナサーキットで開催されたノンチャンピオンシップレースにおいてレーシングエンジニアリングへ移籍し優勝している。2012年は6回の表彰台を獲得するも優勝を飾ることができないレースが続いた。総合順位は昨年を上回る7位となる。2013年シーズン前半戦では 1> 第1戦セパンの第1レース、第2戦バーレーンの第1レースともに優勝を飾る、もののなかなか入賞圏内でフィニッシュすることができないレースが続いていた。しかし、中盤以降は安定した速さを見せるようになり、コンスタントにポイントを重ね、2位のサムバードに20ポイント差をつけて GP に初タイトルを獲得した。2014年、プレシーズンの合同テストに参加し、 レベリオンレーシングから初走行を行った。その後正式にチームへ加入し本戦に挑んだ。当初、チーム無限より2015年のレースドライバーとして契約していた。しかし、3月7日にライマー側より契約条項を履行できないとの連絡があり、競技の結果参戦取り留めとなることが発表された。2015年6月3日、マノーマル社会一チームは、 今年度のリザーブドライバーとして契約したことを発表した。バージンレーシングで参戦中のハイメ・アルグエルス・アリが第9戦モスクワ大会終了時に脱水症状及び極度の疲労により気絶するという事態が発生した。FIA は健康状態が回復し、今後も出走可能か判断するまでの間、ライセンスを一時的に停止することを決めた。そのため、 2015年6月23日、チームは大役としてライマーの起用を発表。第10戦及び最終戦の舞台となるロンドン大会に出走した GP にアジアシリーズ。ありがとうございます。